残言、流言、虚言、戦国の謀略王トップ5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は戦国の謀略王トップ5について紹介していこうと思います。権謀術数渦巻く戦国の世、戦いに勝つために謀略を用いることは当たり前のことでした。いかに相手を騙し、いかに信じ込ませるか、そんな演技力が必要だったのかもしれません。今回は特に残言、流言、虚言に優れていたと思われる武将をランキング形式でご紹介したいと思います。戦国の謀略王たちが労する巧みな駆け引きをお楽しみください。第5位、謀略を駆使した最果ての共有、津軽為信。戦国時代の騒乱は畿内や関東、中国や九州だけで起きていたわけではありません。最果ての青森県津軽地方でも確実に騒乱の波は押し寄せていました。そして一人の共有が現れます。それが大浦為信こと津軽為信でした。南部氏の一族だった為信は大浦為憲の婿養子となり、岐阜の死去に伴って家督を継ぎます。まだ18歳という若さでしたが、ここから老獪ともいえる権謀術数ぶりを発揮するのです。まず領地を接する石川貴信に狙いをつけた為信はしきりに進行を重ねて貴信を油断させました。若いのになかなか気が利く御仁じゃ。貴信は疑うこともなく信用してしまいます。そして元亀2年1571年、為信は貴信に対してこう願い出ました。我が領内にある堀越城ですが、先日来の雨で土塁が崩れております。修理してもよろしいでしょうか。堀越城は貴信がいる石川城からほど近い場所にあり、為信はわざわざ他意がないことを示したのです。そちらの領内のことゆえ黙って修理すればよろしいものを、こちらの意向まで聞いてくださるとはなんと義理がたい。貴信が心よく応じたことは言うまでもありません。一方為信は工事するふりをして大量の武具を堀越城に持ち込み、さらに職人を装って配下の兵を城内へ引き入れました。数日で修築工事が完成すると為信は祝宴を催すと偽って貴信の家臣たちを呼び込んだといいます。そのまま家臣たちを討ち取ってもよかったのですが、為信は後のことまで考えていました。彼らを気分よく飲ませた後、そのまま石川城へ返したのです。そして夜が更けた頃、為信は手勢80騎を率いて石川城を急襲。あっという間に貴信を討ち取り、難なく城を奪い取ってしまいました。貴信の家臣たちは酔っ払っており、城へ駆けつけることができなかったといいます。そして翌日になって家臣一同を集めた為信は、我が家臣となるか、それとも抵抗を続けるかと迫りました。こうなると家臣たちに選択肢はありません。一同は為信に忠誠を誓い、為信は石川家の家臣団をそっくり手に入れたのです。さらに近くにあった和徳城を陥落させた為信は南部氏からの独立を果たしました。津軽地方を着実に自分のものとしていく為信でしたが、是が非でも倒しておきたい相手がいました。それが波岡御所と呼ばれた北畠秋村です。北畠家は南朝の流れを組む名族で、衰えたといっても高い権威を持つ存在でした。津軽を領国化するためには北畠の存在が邪魔だったのです。秋村は生まれつき遊び好きで、領内で賭場を開いていたほど。これに目をつけた為信は北畠領の幕徒たちを呼び寄せて調略するのです。波岡御所は遊興にふけって祭りごとをないがしろにしている。これを打って祭りごとを正すべきであろう。その方はわしらに味方して励め、そうすれば召し抱えてやろう。天正6年1578年、為信は2000余りの軍勢を率いて三方から波岡城を急襲。大混乱の中、幕徒たちも呼応して攻めかかります。すると秋村と顔なじみの幕徒が、御所様、大浦勢はもう目の前です、ここはお逃げください
と言って籠を差し出しました。ところが籠が向かった先は為信の本陣です。晩酌尽きた秋村は自害し、波岡一帯は為信の手に落ちました。こうして剣棒術数を駆使して津軽を手に入れた為信は、姓を津軽と改めて戦国大名の仲間入りを果たします。そして南部宗家の妨害にもかかわらず、まんまと弘前藩の初代藩主として君臨しました。第4位、謀略調略が大好き、兵を失わないための知略とは、最上義明。ではの戦国大名だった最上義明ですが、冷酷、非情、残忍というイメージをお持ちの方も多いのでは。そんな印象を決定づけたのが、昭和40年代に刊行された山形志士という通史書です。そこには義明のことがこう書かれています。義明は武勇のみならず謀略にも長じていた。義明は残忍ともいえる態度で一族の根絶やしにかかったなど、とても地元の英雄とは思えない貶め方をされているのです。そのせいで昭和52年には大問題が起こりました。山形城に義明の銅像を建てる計画が持ち上がったのですが、地元文化人を中心に猛烈な反対運動が起こったそうです。剣棒術数で地域を制覇した最上義明のような人物を市民憩いの場に銅像として建てるとは何事かと。確かに戦国大名である以上残酷なこともしたのでしょうが、この通史の存在が義明を共有に仕立て上げたのは間違いありません。ここで義明が駆使したという謀略の数々をご紹介していきましょう。義明は懸命に出羽統一を進めていたのですが、まだまだ反抗的な勢力が多かったようです。白鳥長久という武将もそんな一人でした。天正5年1577年、長久は時の権力者織田信長に贈り物をして、自分を出羽の神に任じてくれるよう申し出たといいます。そんな長久の動きを知った義明は慌てふためきました。長久が出羽の神になるなどとんでもない。このままでは出羽統一の大義名分を失ってしまう。そこで義明は信長にわざわざ家系図を見せて説明し、ようやく出羽の神になるのは自分であると認めさせたのです。ところが面白くないのは長久でした。義明に対して不穏な動きを繰り返し、敵対するかのような振る舞いを見せました。義明もなんとか懐柔するのですが、長久はますます態度を固くするばかり。もし戦えば互いに多くの兵や領民を失うことになる。そう考えた義明は一計を案じます。重病を装って、後のことは白鳥殿に託したいと偽り、長久を山形城へおびき出した上で斬殺したのです。残党による抵抗はあったものの、これを鎮めた義明は出羽統一へと大きく歩みを進めました。また出羽の大名小野寺義道も義明にとって強敵です。義道は小田原の駅に参陣したおかげで所領を安堵されていましたが、その後に起こった戦国一揆の責任を問われて所領を削られました。ましてや没収されたのは父祖伝来の地、それが旧敵の義明に与えられたわけですから、義道は取り返そうと躍起になりました。小野寺とまともにぶつかればこちらもただでは済むまい。そう考えた義明は小野寺の力をそぐ謀略に取り掛かります。そこで八ヶ柴道為という武将に狙いをつけました。道為は優れた軍師であり、義明もたびたび痛い目に遭わされていたのです。義明は家臣の立岡光重に命じて偽の文書を作らせ、義道のもとへ密かに送りつけました。すると暗愚な義道はすっかり信じてしまいます。なんと道為が最上に寝返っただと。こうして無実の罪を着せられた道為は殺害され、義明は労せずして小野寺家を弱体化させます。そして間髪入れず湯沢城を攻撃して陥落させました。義道は城を奪回することができず、徐々に衰退していったといいます。こうした数々の謀略を見ると、義明は敵味方の損失や無用の出血を避けていたはずです。
敵が降伏すれば城主やその家臣を助けたり、自らの配下として召し抱えることもしています。義明の謀略は一見してダーティーなイメージがありますが、それは国を痛めないための方策でした。また敗者に寛大な面を見せた義明は国主としての器が大きかったのでしょう。第3位、一代で戦国大名となった希代の豪将、宇喜多直家。暗殺、諫言、欺瞞、何でもござれの武将といえば、やはり宇喜多直家が代名詞となるでしょう。最新の研究によれば、直家はさほど謀略を駆使しなかったのではという説が主流となっていますが、ここでは通説にあるような数々の逸話をご紹介していきましょう。直家の祖父義家は備前守護代浦上家に仕えていましたが、同僚の島村豊後守に攻められて自害し、宇喜多家は没落したといいます。やがて直家は各地で流浪生活を余儀なくされ、ようやく天文12年1543年頃になって浦上宗景のもとに出仕しました。天文20年1551年になると、直家は浦上宗景の命で重臣中山信政の娘を妻に迎えます。この頃になると宇喜多家の給料を取り戻し、浦上家の重臣に列していたようですが、直家はいよいよ野望をあらわにしていくのです。永禄3年1560年のこと、直家は舅の信政並びに島村豊後守が謀反する兆しありと宗景に忠臣しました。主君の許しを得た直家は主演の座に信政を誘い込んで殺害、さらに島村をおびき出し手勢を率いて向かってくるところを討ち取りました。宗景は直家の手柄を称賛して信政の沼城と島村の砥石城を与えます。ちなみに直家の妻は自らの境遇を苦にして自害したとも。やがて沼城へ移った直家は押しも押されぬ有力家臣となったのです。直家は謀略を駆使して領土を広げていく一方、婚姻政策で有力者を味方につけています。神奈川城主松田元方には亡き妻との間に生まれた姉を、三つ星城主後藤勝元には妹を嫁がせて勢力の均衡を図りました。ところがここで強敵が直家の前に立ちはだかります。それが備中の戦国大名、三村家親でした。たびたび宇喜多領へ侵入しては城を落としていきます。三村家には強大な武力があったため、宇喜多家の兵力では勝負になりません。そこで家親の暗殺をたばかるのです。永禄9年1566年、鉄砲の名手である遠藤兄弟に暗殺を依頼し、家親を見事に討ち果たさせました。これによって直家は危機を脱し、遠藤兄弟を家臣として迎えたといいます。翌年三村家の後を継いだ元親は父の弔い合戦として直家に戦いを挑んできます。直家は4倍の三村勢を正々堂々と迎え撃って勝利し、備前を守りきりました。これを明前寺合戦と呼びます。最大の敵を追い払った直家にとって怖いものはもうありません。こうなればあとは邪魔者を消すだけです。まず松田元方の重臣伊賀久隆と結んで神奈川城を急襲。元方は城を逃れようとするも敵陣にかかって最後を遂げました。さらに主君宗景に対して牙を向き、宗景の直臣たちを次々に調略して丸裸にしていきました。そして播磨にいた浦上久松丸を担ぎ出して正当な当主に据えようとしたのです。天正3年1575年、直家は宗景の天神山城へ迫り、城はついに陥落。宗景は所領を追われました。もちろん用済みとなった久松丸が殺害されたことは言うまでもありません。一方直家の娘が嫁いだ後藤勝元に対しても討伐軍が差し向けられます。勝元は主君を追いやった直家の所業がどうしても許せなかったのでしょう。三つ星城へ籠城して抵抗する意志を見せました。勝元は善戦するものの、やがて火攻めによって城は焼け落ち、無念の自害を遂げたといいます。
また直家の娘千代も命を絶ったのだとか。こうして剣棒術数を繰り返した直家は備前美作を制する戦国大名となりました。まさに下克上の権化にふさわしいでしょう。第2位、家康が最も恐れた豪将、真田昌幸。先ほどの宇喜多直家が腹黒くてダーティーなイメージがあるのに対し、真田昌幸の謀略はとびきり派手で人々をうならせる魅力があります。まるで戦略や戦術を楽しむかのような愉快な一面が垣間見えるからでしょう。とはいえ昌幸がその真価を発揮するのは主家の武田家が滅亡して後のことです。昌幸は織田に臣従することで生き残りに成功しますが、直後に本能寺の変が起こったことで事態は一変します。旧武田領を預かっていた織田家臣たちが相次いで逃亡し、それらの地域は徳川、上杉、北条らによる争奪戦の状況を呈しました。昌幸は周辺の国衆を糾合して沼田城を奪還し、戦況によって北条を継いで徳川へと味方する立場を変えていきます。さらに上杉を相手に戦う昌幸ですが、ここでとんでもない奇策に打って出ました。昌幸自身は上杉と敵対しながら沼田領を守る家臣矢沢頼綱を上杉に臣従させたのです。これには上杉景勝も理解に苦しんだようで、考えていることがさっぱりわからんと記しています。やがて北条と徳川が和睦したことで昌幸は微妙な立場に追い込まれました。勝手に真田領の一部を北条に引き渡すことが決定されたからです。そこで昌幸は上杉に接近してこれに対抗。怒った家康は真田討伐の兵を繰り出しました。天正13年1585年、わずか2000の真田勢は上田城を中心に籠城し、4倍の徳川軍を迎え撃ちます。しかし地の利を生かした真田勢は上田城の間際まで敵を誘い込み、横合いから攻撃して徳川軍を分断します。さらに猛烈な追撃で敵の損害を増大させ、徳川軍は1300人の死者を出しながら撤退していきました。そして昌幸が単なる戦術家でないことが証明されます。今度は天下人豊臣秀吉に接近して、その傘下となり豊臣大名として生きる道を選んだのです。北条徳川としては真田に手を出すことは天下人に喧嘩を売るのも同じこととなり、全く手が出せなくなってしまいました。当時の政略すべて心得た昌幸ならではの謀略と言ってもいいでしょう。時は移って慶長5年1600年、会津征伐から反転する東軍の中で昌幸のみが袂を分かって西軍に味方しました。また長男信幸を東軍に味方させたことで、どちらに転んでも真田家は安泰です。そして第二次上田合戦でも昌幸は優れた謀略を用いました。たった3000の兵で徳川秀忠が率いる3万8000を足止めするのですが、ここでまず昌幸は基準するふりをします。そして開城すると返答しておきながら、のらりくらりと時間を稼ぎました。秀忠がしびれを切らす頃を待って、やはり籠城いたすゆえ存分に参られよと前言を翻したわけです。こうなると騙されたと気づいた東軍の面々はしゃにむに打ってかかるでしょう。これが昌幸の作戦でした。十分に引きつけておいてから矢玉を見舞い大軍を翻弄します。さらにタイミングよく奇襲を敢行しては東軍を大いに悩ませました。結局関ヶ原本戦に3万8000を間に合わせず、昌幸の武名は大きく上がったのです。しかしその代償は大きいものがありました。頼みとしていた西軍が敗れ去ったことにより、昌幸もまた歴史の表舞台から消え去ってしまったのです。第1位、厳しい生き残り戦略によって生まれた才能家、暴臣と呼ばれた男、毛利元就。謀略を尽くして成り上がったといえば、やはりこの人しかありません。暴臣こと毛利元就です。
生まれつき武将として優れた才能はあったのでしょうが、元就を謀略家たらしめたのはやはり毛利家が置かれた厳しい環境にあったはずです。戦国時代、安芸の国衆に過ぎない毛利家は大内、尼子という二大勢力に挟まれて生き残ることに必死でした。そのためどちらの勢力が有利なのか常に見極めて行動することが重要だったわけです。結果的に尼子を捨てて大内に味方したことが好結果を生みました。ほぼ独力で尼子の攻勢をしのいで吉田郡山城を守りきったのです。おそらく元就は感じたでしょう。大軍とはいえ一旦崩れると脆いことを。元就が恐るべき謀略を駆使したのは大内義隆を討った末春方との戦いでした。厳しい戦いになることを予想した元就はまず末方の切り崩しにかかります。猛将として名高い江良房秀を味方に率いるべく調略。これに成功するものの、房秀はかなり強欲な男でした。さらなる加増を求めてきたのです。この男の強欲ぶりは必ず後の禍根となるだろう。そう感じた元就はここで方法を変えました。なんと毛利に味方する起請文を偽造し、わざと春方のもとへ送りつけたのです。疑心暗鬼となった春方は房秀の裏切りを真に受け、家臣に命じて殺害してしまいました。房秀を亡き者にしたことで末の戦力も低下したはずですが、ここで元就は次の手を打ちました。毛利の重臣桂元澄が離反するという噂を流させ、春方に味方するという密書まで準備させます。そこに書かれていたのは、厳島を末が攻めればきっと毛利軍は引きつけられるはず、その隙に元澄が郡山城を奪い取ってみせるという内容でした。春方ほどの武将が簡単に信じきったわけですから、やはり元就の存在が脅威だったのでしょう。これでまんまと末の大軍を厳島におびき寄せることに成功します。末軍が上陸した後、元就はこれを撃つべく都会するわけですが、本来なら地御前あたりから出航すれば最短距離となります。ところが厳島神社付近にいる末軍から丸見えのため、遥か東にあたる草津あたりから船を漕ぎ入れました。これなら末軍の死角となって発見される恐れがありません。そして堤ヶ浦から上陸した毛利軍は博打尾を越え、油断する末軍を完膚なきまでに叩きました。常に状況を見極めて打つ手を考え、狙い通り敵を翻弄する元就の謀略はまさに神の域に達していたのかもしれません。元就の謀略なくして毛利家の隆盛はなかったと言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。